内藤証券投資調査部の高橋です。7110マーケットでお送りいたします。本日お伝えすることですけれども、相場海峡と株価の位置で、2番目に銘柄紹介としまして3479の TKP ですね、こちら紹介したいと思います。最後にですね、弊社で行います中国株セミナー、こちら2つありますので、こちらの紹介もしたいと思います。本日の日経平均株価ですけれども、22,548 円と前日比56円高となっております。こちら移動平均の乖離ですね、25日の方こちら見ていただきますと、日経平均の方は 2.87、 トピックス 1.52 となっておりますが、こちら東証マザーズですね、マイナスの 1.74 といったところでマイナスが続いております。日経平均非常に堅調に動いてきておりますけれども、いわゆるマザーズ銘柄ですね、中心に投資をしておられるという投資家の方々から見ますと、こちら日経平均非常に堅調に推移しておりますけれども、その実感というのは少し薄いのかもしれません。本日の市場別規模別を見たいと思います。本日は日経平均は 0.25% の上昇でありました。マザーズの方は 0.58% の上昇です。で、見ていただきますと、こちら、リートですね、リートの商業ですとかリート指数、1% 台といったところで比較的しっかりしております。業種別になります。業種別ですけれども、本日上昇しましたのは証券、鉄鋼、建設といったところ。逆にこちら、下落の方なんですけれども、海運、医薬、空運というふうになっております。いつものようにこちら日経平均株価の位置を見たいと思います。先週末ですけれども、 PR の方は 12.7 倍です。 PBR の方は 1.11 倍、 PBR の1倍水準ですね、こちら BPS の方は2264円というふうになっております。みなしの EPS はこちら1775円と、ややこちら上がってきております。こちら今までその PR14 倍台ぐらいが平均という言い方、過去のヒストリカルがそうでありましたけれども、いまだに 12.7 倍です。過熱感があると言いつつも、全体の指標ですね、いい時はもう少し上に行ってもいいのかもしれません。こちらトピックスになります。ただトピックスの方ですね、こちらは先週末ですけれども、 PR の方は 14.3 倍というふうになっております。で、こちら、PBR の方は 1.19 倍といった状況になっています。こちらボラティリティインデックス見たいと思います。日経平均のボラティリティインデックスですけれども 15.63、 S&P の方は 14.25 といったところになっております。こちら書いてある通り20以上から警戒といったところ、こういったところを見ますと、それほど、警戒するような状況にはありません。こちらはトピックスの騰落レシオになっております。こちらは 125.26 というふうになっておりまして、9月の上旬ですね、上旬中旬あたりからいわゆる120を超えております。ただ120を超えまして3週間ぐらい経っておりますけれども、いまだにこちら120を超えた状態、そして日経平均の方が上がっているというふうな状況で、比較的その過熱感あるあると言いながらスルスル上がっているような状況だと思います。こちらはソックス指数になります。ソックス指数の方は1590といったところで、約1600ぐらいですね、最高値の近辺こちらで推移しております。こちらは WTI になりますけれども、53.78 ドルパーバレルといったところで、この50から60あたりですね、行ったり来たりというふうな状況になっています。こちらは海外投資家動向を見たいと思います。10月の2週ですけれども、こちら合計で1206億円の買い越しでした。現物先物ですね、ともに同程度買い越しとなっております。でこちら、個人投資家の方になりますと、それに、対応するというふうな状況ですね。合計としましては2164億円の売り越しです。現物先物ともに、売り越しておるというふうな状況です。こちらは業種別になります。昨年の年末からですね、足元までといったところ、そちらですとトピックスの方はプラスの 8.6%、 最もパフォーマンスいいのは精密ですね、 28.1%、 対しまして石油の方がマイナス 12.2、 こちらにある主な業種の中では唯一マイナスというふうになっております。
でこちらの方は9月に入りまして日経平均上昇してきました。そこからを見るというふうになりますとトピックスの方は 7.3、 先ほどマイナスでした石油ですね、 13.0 と非常に堅調です。対しまして情報通信ですね、こちらソフトバンクグループの影響等々あると思いますけれども非常に堅調な状況が多い中で情報通信の低迷が目立っております。週間ごとのですね新高値を見たいと思います。先週ですね1週間こちら1週間の中で新高値を取って時価総額の大きい順に並べてあります。そのように見てみますとこちらトヨタですとか NTT ドコモ KDDI いわゆる主力どころですねまた戻ってきております。こちら9月の30、10月の頭のところですとやや小粒な状況になってきておりましたけれどもまたトヨタですとかどこもこういったところが来ておりまして変化が見えております。それでは個別の銘柄ですねこちらの紹介したいと思います。本日は3479の TKP ですねこちらの紹介になります。まず、バリエーションになります。こちらの方、まず PR の方は、本日、終わったところですね、62.1倍、PBR の方は 15.21 倍もあります。やや、バリエーション面高いと思いますけれども、非常に成長余力がある、状況になっております。会社概要になります。どのような会社かということを紹介しますとまずこちらフレキシブルオフィス大手、いわゆる、貸し会議室ですねこういったものをいろいろ組み合わせております。で、不動産のオーナーさんから大口で仕入れます。ワンフロアですとか丸々ですとかそういったふうに仕入れましてユーザー企業に小口で販売するという形、時間貸しからこちら中短期ですねいわゆる、半年ですとか1年ですとか、継続でやるというふうな形で、貸しております。で周辺事業としまして最近注力しておりますのはホテルですとか、料飲バンケット、イベントプロデュースこういった、いわゆる周辺事業ですねこちらも力を入れております。最近のトピックスとしましては日本リージャス買収しまして、その後ですね台湾リージャス買収発表しております。アジア展開を開始しました。現在市場規模2000億円というふうに言われております。これは、日本の市場です。30年には6兆円というふうに非常に成長余力のある市場と、言われております。でこちら、ブランドの位置づけなんですけれども TKP 赤い看板でよく見ると思います。この TKP と、日本リージャスこちらが2つ、くっついております。で、時間的にはこちら短期、長期というふうになっておりましていわゆる単価が高いハイグレード、リーズナブルそこからこのスター会議室からガーデンプレミアムこういったところは主に日系の顧客ですねで、がお客さんです。で日本リージャスなんですけれどもいわゆる外資系、非常に大手な外資系などが日本に進出する際に、リージャスのこのスペースを借りておるというふうな状況になっております。既存の顧客なんですけれども 85% 占めるというふうに非常に安定的です。でトップ500社ですね平均年間約2600万円も使っております。非常にトップ500社で使っておるというふうな状況ですね。そのようになっております。でこちらなんですけれども20.2期会社計画 58% 増収 77% 営業増益というふうになっております。ただ上期ですけれども実績こちらは 38% 増収の 38% 営業増益です。2級からですねそのリージャス買収したところが入っておりますので下期偏調ということになっております。ただこちら見ていただきますとしっかり 22.2 期まで伸びる予定というふうになっておりまして売上高も利益もこちら3割4割というふうに年々伸びていくというふうな状況になっております。それでは最後にですね中国株のセミナーの紹介をしたいと思います。内藤証券では今年ですね11月14日大阪でまず勝てる中国株投資こちらのセミナーを行います。参加費は無料こちら大阪朝日生命館8階朝日生命ホールですねこちらで行います。こちら電話番号の方なんですけれども内藤証券本店第一営業部 06-4803-6505 こちらの方にお問い合わせお願いいたします。続きましてその次の日ですね11月15日ですけれどもこちらでは東京でも開催いたします。内容は同じ勝てる中国株投資というふうになっておりまして参加費は無料こちらの問い合わせなんですけれども東京第一営業部ですね 03-3666-5541 こちらにお問い合わせをお願いしたいと思います。
以上で7110マーケットトゥデイをお送りいたしました。